さんね、もう夕方からずっと待っていただいたと思いますけども、ありがとうございます。今から皆様何が行われるかと言いますと、こちらでございます。名古屋おもてなし武将隊池武将選手権でございます。ありがとうございます。もうこれはですね、今から武将の方々に出ていただいて、市川っていうやつがある、ありがとうございます。あ、すみません、個人的にしてます。あ、司会の市川と申します。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。後でね、キスしますからね。そうな、すみません、失礼します。夜の説明でございました。今から部長の方々に出ていただきまして、5つの競技で争っていただきます。そして皆様にはですね、これを見ていただいて、あ、この方が一番良かったなと思う人に最後投票をしていただきます。おーじゃないんですか。いいな感じですか。ありがとうございます。そうなんです、投票好きでしょ、みんな、ね、投票好きですもんね、皆さんね。ね、その分はちゃんと選挙にも行ってくださいね。ありがとうございます。さあ、ではですね、ちょっと細かいルールを説明していきたいと思います。このコーナーでは武力、知力、記憶力、運力、美力の5つのカテゴリーの競技に挑戦していただいて、ナンバーワンの池武将の座をかけて、各競技のポイントの合計で最高得点を武将の方々に争っていただきます。そしてね、先ほども言いました、皆様には投票でさらにポイントがプラスになるというシステムもございますので、ぜひぜひご協力をよろしくお願いいたします。そして今からその投票して一番池武将になった方には、2月20日21日に行われます全国武将隊大博覧会、ここセントリアで行われます、名古屋おもてなし武将隊の代表として全国の武将隊と戦っていただくことになります。2月20、21日、セントリアに行きたいか。面接に乗ってくれば必ず来れると。電車に乗ってちゃんと来てください。ちゃんと今見ましたから、絶対に来てくださいね。ありがとうございます。さあ、それではですね、もう裏ではバチバチしておりました武将の方々、それでは早速お呼びしたいと思います。大きな拍手でお迎えください。名古屋おもてなし武将隊の皆様でございます。信長って言うじゃねえじゃねえかよ。ありがとうございます。もう恥ずかしいからやめといても。出せ出せ。いや、いいです。下手くそな司会やったら出してやれ。ほらほらほら、今出すとこじゃないですよ。うまく進行してますよ、私。今のところはな。さあ、皆様、ようこそセントリアへお越しくださいました。ありがとうございます。皆さんじゃ、皆の主、マリアさんじゃ。信長様、あれですよね、名古屋城で本日ここを終えられて、じゃあ2回演舞やってきてセントリアまで高速に乗って、そうじゃ、あれですか、運転手付きのバスに乗ってですか。そうよ。あ、さようでございますか。ありがとうございます。途中寝てたからどこら走ってるの。まあ、お疲れでございますけども、ここからはですね、私先ほども言いましたけども、2月の来年2月20日21日に行われます全国武将隊大博覧会の名古屋おもてなし武将隊の代表を決めちゃう池武将選手権を行おうということなのでございます。お、これな、わし、はい、名古屋おもてなし武将隊代表を決める池武将じゃろ、はい、別にわしでいいじゃない。なんでここあえてわしをもうなんか落とそうとしてるんじゃ。いやいや、そんなことは多分ないとは。おそらくですね、皆様私が一番だということを思ってると思いますよ。あ、なるほど。信長、誰やねん。僕は言ってないです。僕は言ってないんですけど、ケイジさんがずっとそれ言ってた。出てこい、出てこい、ケイジ、出てこい、出てこい。信長様、声がでかいでかいんじゃ。こたびばかりは大名の小野長座をさしておいて、わしが一番取ります。おお。でもな、こいつな、城持ってねえんだよ。言われたな、ケイジ。ありがとうございます。さあ、じゃあちょっとお一人ずつにですね、ちょっと意気込みを、なるほど、名古屋の代表でございますので、ちょっと聞いていきたいと思いますけど、まずはでは清正様からちょっと意気込みをお伺いして。わし最初でよろしい。あ、こっちの方がいいですか。じゃあ
あ、じゃあ分かりました。では最初に、最初はやっぱ無難な、言葉しか言わんからね。無難な言葉しか言わないから。では刑事様からお言葉いただいてよろしいでしょうか。さあ皆さん、弁下無人の鏡とは誰のことじゃ。さようじゃ、こたびの題目絶対にわしが勝つ。さあでは続いてですね、本日は陣羽織を着用されています。やめたってちょうよ、それはダメなやつ。さあ橋上田敏家、こたび陣羽織を羽織ここに参上いたした。なぜならば信長様を差し置いてこたびは勝ちに行かせてもらおうと。おお、いいの。ぜひぜひ皆皆しかとしかとしかと確かめよう。面白い。ありがとうございます。今日もいい黒具合でございます。落ちないんだよな。すぐにございます。では家康様お言葉いただいてよろしいでしょうか。戦うことはあまりわしの好みではないが、いざ戦となれば勝つしかなかろう。天下を取るのはわしじゃ。力強いお言葉でございます。順番に参りましょう。信長様お言葉いただいてよろしいでしょうか。はい、お前らはどっからでもかかってこい。だけでございますか。おー、かっこいいですね。かっこいいですな、信長様。さあ、では秀吉様、お願いいたします。いや、まあ、わしが生き武将とはもう考えては、信長様はこたび生き武将になるようにわしは頑張るでな。少し変わっとるやん。変わってきます、それ。ちょっとはやる気出せよ。他に申した、信長様。何じゃ。天下はわしのものです。おさあ、以上の5名で争って頑張ります。よし、一言だけ。頑張ります。頑張ってください。距離感近いな。そういった6人の武将それぞれ意気込んでおられます。皆様も期待してますよね。それぞれにね、なんか聞いたことあります。推し武将がいるとか聞いたことありますよ。推し陣方もいると思いますけども、本日はね、武将の方々に、そして足軽の皆さんも頑張って。はぁ、ぜひですね、盛り上げていただきたいのです。なのでですね、まあ普段のね、ちょっと恨みとかあるかもしれませんけど、仲良くやっとるわ。信長、信長がないやろ。だからお前だよ。和之助、和之助が、和之助が、和之助が、お前言うとそんなこと言っておりません。信長様が大好きでございます。愛しております。わしも和之助嫌いじゃないよ。ありがとうございます。よかったの。いいですな、声はでかいが顔は全然陣笠で見えない。それもいいところでございます、ね。さあではですね、早速競技の方なんですけども、武力、知力、記憶力、運力、美力の5つのカテゴリーで皆様に争っていただくわけでございます。まず最初に皆様にチャレンジしていただくのはこちらでございます。いただきます。今ちょうどね、皆さんも見ていただくと分かります、後ろに的が置かれました。そうです、忍びの将棋。バレてね、バレてね。ロック状のポーズがあって忍者のポーズがあって、こちらはそうなんです、この3つの的が。そんなちょっと人真似がしたいみたいな。飛んどるで、単純に飛んでる感じで平から飛びよう。なんか一つだけおかしな感じの、ちょっとね、飛んでる感じになってるんですけど、気を任せよう。真似して勝ち負けを決めるわけではない。手裏剣である。違うのかな。違うんです。違うの。近い。この場で選手たちは距離がちょっと近く怖いです、はい。今からですね、あ、私もパニックってしまいましたけど、ルールを説明します。で、今的が置かれました。3つの的があるんですけども、大中小と3つの的が置かれております。そして一番大きな的に手裏剣が命中して倒れますと20ポイント、真ん中中くらいの的に当たりますと30ポイント、そして一番小さい的に命中しますと50ポイントという、ですね、合計得点を皆様に争っていただくわけでございます。
さ、これ一見簡単そうに見えるんです、このステージ上からやると。なのでですね、まず皆様にはちょっとデモンストレーションをですね、あるプロの方々に本日お越しいただいております。まさか、まさか、手裏剣といえばこの方々でございます。出たな、ご登場いただきましょう。もう出てきている、服部半蔵忍者隊の皆様です。さあ、というわけでデモンストレーションはどなたでございましょうか。三平でございますね。三平、もう手裏剣の名手でございます。三平ドローンですね、まずどのように手裏剣を投げればいいのか、どのように的に命中させればいいのかというのをデモンストレーションお願いしてよろしいですか。お願いいたします。さあ、ではどうぞお願いいたします。さあ、今手裏剣を一つ振りかぶって、おお、さすがでございます。おっと、余計な動きが入りましたけども、これはですね、後で審議します。はい、さあ、そして3投目、おお、このようにですね、負傷の方々にも手裏剣投げをチャレンジしていただくわけでございます。それではまず武将の方々どうぞ一度こちらにお戻りください。これよく見てみると当たればいいんじゃない、当たればいい、当たればいい、かっこよし、かっこして投げ、そして最後締めるといった、はい、そういうことでございます。実はですね、武将の方々にはお一人ずつですね、ちょっと素敵な演出もございます、音楽もございますので、ぜひそちらのリズムに合わせて投げていただくというのもですね、やっていただきたいと思います。では引き続き服部半蔵忍者隊の皆様よろしくお願いいたします。さあ、それではですね、今武将の方々が一度後ろにはけられました。順番に一人ずつご登場いただいて投げていただきたいと思います。準備はいかがでございましょうか。よろしいですね。まず最初はこの方にチャレンジしていただきます。さあ、まず最初にご登場いただくのは、おお、仕事人、どこから来るんだ。まず一度目は前田刑事様でございます。さあ、回して、はい、皆様をお逃げください、お逃げください、大変危険でございます。わずか天下の面の歌舞伎者、前田刑事。さあ、南は僕と見るがよい。さあ、まずは刑事様一投目お願いいたします。さあ、忍びの方々邪魔しても結構ですよ。さあ、忍者隊の皆様邪魔しても構いません。さあ、集中しております。ブッブー。さあ、続いて2投目参りましょう。さあ、すごい気合の割にはスカーッとした球でございました。さあ、忍者隊の皆様も、さあ、これはおっと、エグザイルで邪魔しているのか。さあ、いい形でございます。全然腕力ない感じですね。いや、まだでもね、最後のあの小さい的に当たります50ポイントでございますので、さあ、刑事様、最後くらいは当てましょう。さあ、刑事、了解。マイルド。あいつって声聞こえるぞ。まあ大丈夫だ、まだまだ始まっ、これからも期待いたせ。どうぞ、もう一度。はい、ありがとうございます。最後口がへの字に曲がってましたよ。下手くそ刑事。野村方、マイク入っておりますよ、ありがとうございます。せや、続いてですね、この方にご登場いただきましょう。再び仕事に、前田刑事様、2番手は前田利家様でございます。いや、さあ、槍ではなく、ああ、わし前田利家で、我が前田家に伝わる引き、盗み組から覚えた忍びの技見せてやる。あるぞ。利家様、そちらの線からお願いいたします。はい、ルールは公平にいきますので、お願いいたします。まず1投目、おお、成功、20ポイント。
て2投目参りたいと思います。前田利家殿、おっと、さあこれは当たるのでしょうか。邪魔だと言っております、邪魔だと言っております。さあ利家さん、今の隙でございます。今のうちに2投目、これはどうしましょう。成功、成功でございます。倒れれば OK でございます。さあ最後は一番小さい的でございます。当てれば50ポイント獲得。前田利家様、3投目でございます。惜しい、終了でもこれは素晴らしい。今真ん中を横に当たりましたので50ポイント獲得でございます。これはね、先ほどの刑事様とはえらい違っていい形でございますけども、どんどん参りたいと思います。続いてご登場いただくのはこの方でございます。忍者隊を連れ取るのは誰じゃ。そう、わしと香川家康じゃ。さあ手裏剣は暴れずに投げていただきたい。あ、先ほどと忍者がえらい違い。なんで家康様 OK なんだ。そんなに邪魔をいたすな。やめよ。しかしながら公平に行かねばな。全力でかかってまいれ。いやいや、やりすぎじゃ。本当にやるな。やりすぎじゃ。道家の三平、それでよい。後で褒美をくれてやる。いいよ。おお、成功。20ポイント獲得でございます。素晴らしい。このようにな、やはりな、油断というものをな、はい、つく、それもな、忍びの手法のうちじゃ。さあいつもどんどんとかかってまいれ。やりすぎなんじゃ、やりすぎなんじゃ。さあ大丈夫だ。まいれまいれ、次がいいよ。おお、素晴らしい。素晴らしい。このようにいたすものじゃ。今50ポイント獲得いたしました。最後小さい的でございます。ただただ勝つのではな、面白くないということでな、うん、そのまま勝ってやろう。50ポイント終了。徳川家康様、全部の的に命中だったので100ポイント。かっこいいですよね。なんかね、うんちくくさいなと思ったら、でもちゃんと的には当てる、素晴らしい。さあどんどん行きましょう。続いてご登場いただくのはこの方でございます。さあ軽快なゲームの企画。なんだこの音楽は。なんかいい形でございます。いい形やな。俺俺参るぞ。俺じゃあ誰か教えてちょうよ。これどうやってやるのじゃ。これはこう投げてちょう。あ、そうやってな。そうかそうか。よし。さて、ヒデ様もうちょっと下がっていただきまして。あ、いいか。はい、さあ参るぞ。この辺から参りましょう。うれ全然違うとこ行きました。つるれさあ、限定対象にさせていただきます。はい、じゃあ2投目参りましょう。2投目はおお、危ない危ない上に飛んでいってしまいましたけど大丈夫でございます。大丈夫か。さあ大外れでございます。最後くらいは決めていただきたい。さあ3投目お願いします。おお、危ない危ない。じゃあでも今回転がかっこよかったね。これなんかならんのでそうですね。ヒデ様0ポイントだから公平に参りたいと思います。そうか、石川殿、はい、確かにそうだな。さあ続いては誰が参るか。マイクにも嫌われてしまってます。皆様ありがとうございました。さあ続いてご登場いただくのはあの方でございます。さあこれは七つの水を持つ男。誰なんだ誰なんだ。ご存知で。ガドブラ頭、狙っていってください。さあ若干顔が緊張しておられますが頑張っていただきたい。すごい堂々と。待て待て待て、目がマジなんだお前。さあではですね、ちょっとだけ、ちょっとだけでいいから。さあちょっとだけ開けていただきまして。
投げる瞬間目つぶれよお前ら。私も怖い。さて信長様1投目お願いします。成功。かっこいいですね。いい形でございます。では2投目でございます。お前が一番気になるんだよ。さあでは2投目参りましょう。行くぞ。おお成功。これなかなか難しいんですよ。さあ3投目も成功するんでしょうか。さあ、うわ阻止するよ。今家康様の声で静止性という声が聞こえましたね。あたた、あら出てまいれ。おら援助隊負けるでないぞ。家様が突如ね忍者をさらっていくシーンもありましたけども、さあというわけで、あ一人の部長残っております。忘れておりました。最後はあの方でございます。あれクイーンじゃないの。槍をクイックルワイパーに持ち替えた加藤清正様でございます。ということでございます。やはりな、はい、戦国時代からちょっと綺麗好きだったからな、自分の足はちょっと綺麗にしてありがとうございます。ご丁寧にありがとうございます。セントリアスタッフも喜びますので、綺麗にありがとうございます。さあでは清松様、よしでは参ろうか。はい、よし下に切った。いや構いません。失礼失礼。いやだ、いやだ。ではこれを行けばいいんじゃな。ちょっとバッテンから投げていただいて。これ他の部署見てると結構こんなんだってことね。なってましたけども、まあその辺はちょっと、はい、はい、わかった。はい、なんだ、忍者休みじゃないよ。仕事しなさい、仕事、あなたたち。なんだろ、のんきに。さあ、じゃあ、清松様、1投目お願いします。ダーツ？ダーツなの？ああ、いい、ダーツでも構いませんよ。普通に投げればいいですね。はい、どちらでも構いません。せっ！あ、残念！残念！残念、この野郎。やれ！怖い、怖い。では、ここで行けばいいよね。はい、2投目でございます。さあ、忍者も急にくつろぎ始めました。よし、では、参る。さあ、参りましょう。よっ！痛い足があったからみたいな、そんな確実に狙いました。いやそこに忍者がいたから。山があったからみたいな言い方しないでくださいよ。いやかっこいいかな。いやかっこいいですけど、しかも今ピュッてやったら本当にこの辺で腐ってたんだよ。いけませんよ、本当に死に関わりますから。良い子は真似しないでください。すまんな、ちょっとつばつけとけだろ。いやー絶対治りませんから、余計悪化しますから。じゃ最後の1投目狙う方向が違います。的はあちらでございます。あああちら。忍者隊気をつけてくださいね。清正様3投目でございます。やっ、貸してくれ。よし。そこら辺ちょっと血が垂れたらいかない。はい、大丈夫じゃん。ありがとうございます。よし。さあでは再びですね、部長の皆様ご登場いただきましょう。どうぞお上がりください。いやー、とんでもないことになったの。あなたの仕業ですよ。あなたの仕業ですよ、とんでもないことになったのは。もうみんなちょっと若干怯えてる感じじゃないですか。嫌ですよ、ちょっと。これ、清正さん。真面目にやってください、清正さんは。これは石川殿、はい、面白さは加点されるのか。面白さはですね、一切加点されません。はい、いいですか。正右衛門に当てたらもうちょっと点数が入るんですか。逆にマイナスですよ。あ、そっかそっかじゃない、大体わかるでしょ。いやそういうわけでですね、さあ今ね振り返ってみたいと思います。前田健二様0ポイント、利家様50ポイント、清松様0ポイント、信長様50ポイント、家康様100ポイント、そして秀吉様0ポイントでございます。以上、武力は手裏剣投げでございました。ありがとうございます。さ
ました。思った以上にですね、時間がかかってしまいました。もうちょっとサクサクいけるかなと5問もあるんです。それでは皆様、テンポアップで参りましょう。はい、もう皆さん終電がなくなってしまうかもしれませんので。さあ、見届けるものがいなくなる。そうです。続いての問題はですね、こちらでございます。視力合体クイズ。さあ、それではルールを説明させていただきます。今からですね、6名の武将様いらっしゃいますけども、2人ずつペアを組んで合計3グループ作りたいと思います。そしてクイズが出されますので、その問題をお二人で答えていただくというものでございます。わかりますか？例えばね、昔の歴代総理大臣といえば、田中角栄みたいなね、お一人ずつ考えていただいて、そういったものに答えていただくというクイズでございます。まずはですね、どういったグループにするのか決めていただきたいと思いますので、ではちょっとグループ決め、こちらで決めたいと思います。では一人ずつ引いてください。はい、では適当に聞いていただいて、はい、じゃあケンちゃんもお願いいたします。お、さあ、それではですね、一斉に上げてください。なんて書いてありますか？欲しい殿がもう見ております。これは私から言ってくる。まずは A の人。お、お、 A の人は家康様、清正様コンビでございます。わしが下手と書いてある。わしが上手だな。じゃあそちらでございます。下手上手でございます。いや、多分こちらの一緒のチームなので。では B チームはどなたでございましょうか？おーっと、秀吉様と利家様でございます。親友か。よう任したぞ。ということは信長様、刑事様のペアということです。さあ、お二人の息が合えば50ポイント差し上げるというクイズでございます。お一人に50ポイントずつプレゼントいたします。さあ、ではですね、もう皆さんルール分かりましたよね。お二人の息が合えばよろしいのでございます。それでは問題を発表したいと思います。皆様に合わせていただきますのはこちらの問題でございます。問題、丸の中に漢字一文字を入れて四文字熟語を完成させなさい。これ、あ、これはちょっと簡単な問題でございますね。まずやっぱりこう、そうです、まずジャブでございます、うん、いいですか？下手、え、真剣に考えてらっしゃいます。意味わかりますか？大丈夫ですよね。刑事様、大丈夫、口開けてますけど大丈夫ですか？よく高いとこ見るときに口開いちゃう人いるんですけど、ね、だからお主から見てだよな。あ、客人から見てじゃな。そうです。だから最初に答えていただく、なるほど、次に答えていただく、最初に答えていただく、次に答えていただく、わかりますかね？最初の文字、次の文字ってことです。さあ、ではシンキングタイム。でもこれは同じことを思ってないといけないということじゃろ。そうです、そうです。わし違うこと書いてもいいということじゃろ。そうでございます。お主どっちだった？わしが先でございます。最初のこの4文字熟語ですね、完成させていただきたいのです。まあでもこれはね、非常に簡単ですよね。1問目、どんどん参ろう。どんどん参りましょうか。かけ者。いや、もうこれは、これはもういいですか？もうかけ者です。もうこれ誰でも分かけ者。そうですね。では終了。さあ、というわけでもう皆様かけたようでございます。で、まずは A チームのお二人どうぞ。これ一気にいけばいいんじゃない？一気にいきますか？いけるだろう。一気にいっちゃいましょうか。まあこれ多分全員、まあ、そうですね、まあ間違いですいないと思いますけども、じゃあ皆さん一斉に上げていただきましょうか。では皆様一斉に上げてください。どうぞ。10人トイロ10席10時。どういうこと？10時10時10食はぁ、あ、何書いとるんじゃ。石ってなんじゃ。純国14。待て嘘だろ、嘘だろ。はい、わかりました。何につながる、つながるの。整理しましょう、整理しましょう。いいですか？まず我々これじゃろ。10人トイレ、正解でございますね。これは全員がそうなると思う。そうです。50ポイント、50ポイント獲得。問題ですよ。どこに繋がるんですか、これは。主人公これ、なんて、やはり財力が大事だからな。はいはいはい。お前十国って大したことねえぞ。いやいや、給料体系十国十国で20国になるだろ。おお。いや、二人が仲がええということでいいじゃないか。14って書いてあるから。
秀吉さん、これ14どういう意味なんでしょうか。これわしが初めてあの仕官した時の年の年齢じゃな四文字熟語を書いてください。書いてあったでしょ。ええ腹立つ。2人とも正解。そうそうそう。さあ、そしてここも問題ですよ、皆さん。問題じゃ。ケイちゃん、これ十時って。いや、わしは十時かなって。教習所か、お前は。さあ、なんでじゃ。いや、わしら来年大丈夫。そうですよ。さあ、非常に不安。ちょっと気を取り直して。もう実は最後の問題なんで、次が。もっと。はい。では、次の問題、最後の問題でございます。こちらでございます。問題、丸の中に漢字一文字を入れて四文字熟語を完成させなさい。これね、わかりますよね、皆さんね、いろいろあると思います。一触即発とかね、一喜一憂とか一文一言。言うな言うな言うな、おい言うなって。ああ言うな言うな言うっていうような言葉を四文字熟語を書いていただきたいんです。待て待て、刑事の頭にしなければいけない。いいですか。だから気持ちが、気持ちどんなの。さあ、通じ合ってくださいね。さあ、シンキングタイムスタート。会話しちゃダメでしょ。会話してはいい。なんとなく目で会話してください。おいおい、ちょっと待て。会話するな。会話してはならない。したよ。ダメダメダメ。あれ、なんかジェスチャーで伝え合ってますけど、なんですか、この二人。来ました。じゃあ、待って待って待って。いいですか。わし全くできてない。1、なんとか、1、なんとか、まあ、いろいろありますよね、先ほども言いました。一期一会とかね、そういったものを書いて。言うな、ちょ、言うな。まあ、そういう例だな。そうです、いろいろあります。さあ、わかるかな。さあ、今ジェスチャーで、なんだこのジェスチャーは。私、ぶつかっ、なんだこれは。わからないんか。さあ、そろそろ皆さん、なんか睨む、なんですかあの二人は。見つめ合ってますけど、大丈夫でしょうか。全然伝わってないようでございます。さあ、あ、年上様、秀様ペアはなんかいい形で、あ、なんか納得しなさいみたいな。これは期待しましょう。さあ、それではそろそろ書いていただいてよろしいですか。そろ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 通じ合えたと思います。こいつがチチンプイプイにしか言ってないでよ、さっきから。チチンプイプイチチンプイプイ。さあ、皆様、全然分からん。そろそろ書けたと思います。いいですか。終了。いやー、どう、さあ、これは一体どういった言葉なんでしょうか。まずですね、皆様に答えを見ていただきたいと思います。こういったものが例えばあったんでございます。もう書いたらダメですよ。どうぞご覧ください。まあ、いろいろね、一がつく四文字句あります。一期一会とかね、ちょっと戦国武将だった。一期一会ってあれか。四文字熟語か。まあ、そういうのもある。四文字熟語なの、一期一会。どういう意味があるのそれ。しまった。まあ、昔は大変だったよ。めっちゃちゃうだろ。命かけとんねん、こっち。この他でも良いんじゃろ。良いですよ。良い。もちろん。これ以外でもいい。いや、もちろん。例じゃろ。例でしょ。まだまだいっぱい四文字句ありますから。全然自信ない。さあ、まあ、いや、戦国武将といえばというようなのはあるじゃろ。割と生活に密着。もう変えられませんよ。じゃあ A チーム参りましょう。では2人一斉に出していただきたいと思います。先後じゃん。先後です。はい。ではまずは清正様、お願いします。ではイエスもお願いします。一切。すごいよ。素晴らしい。ダメだよ。これ負けたかと思った。あの例の中になかったで。なかったですけども。よかったよかった。大丈夫でございます。いやー、すごい、すごい、すごい。すごい。これはなかなか当たりません。なかなかこれで揃うということもないんじゃない。ないです。養生しておったでな、我らはな。そうですね。食に関して興味があったので。素晴らしい。さあ、この勢いで参りましょうか。そうじゃな。全然自信。はい、参りましょう。では B チームの年上様と秀雄様でございます。いや、この度は真っ当に行こうと約束したから。あ、真っ当に行くという。ふざけない。ふざけない。さようじゃ。ではまた年上様お願いします。一丁。あ、一丁。なるほど。来た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 。これは来た。これはいいんじゃないですか。先ほど書いた言葉にもある。ね、朝のね、眩しいってやつやってます。さようじゃ、さようじゃ。秀雄様、ではお願いします。一発じゃない。マチかマチかですか。これはちなみにどういったものを書かれると思ったんですか、年上様が。いや、わしが初めてこう信長様に近かった。知らないですよ。お前なんじゃ。お前、いや、十分。お前
18歳、18歳の時にはすまんかったすまんかった。18歳の時に誓ったもうすまんかった。あの今の芸人さんの言葉から言うとやっべえぞやばいですよ。そうそう、俺掲げよう、市川と掲げよう今じゃ。やめてください、やめてください。恥ずかしい、市川恥ずかしい、恥ずかしい、やめてください。さあ、新チームどうぞ前に。どうぞ、長さま、次に参ります。全然自信ない。さあ、これで、ね、2人が会えば50ポイント、50ポイント差し上げますからね。大黒天魔王と歌舞伎者ということで協調性はどうなっちゃうかな。どうですかね、ぐっちゃぐちゃでございますけども。参りましょう、ではまず刑事様お願いします。1時、1時、この後に何かありますっけ、ことわざって。1時なんとかとかってことわざ。これ1分じゃったら100ポイントだろ。あー、じゃあそうしますか。1時1分だったら得点差し上げましょう。そういうことにしましょう。ではまあでも通じ合ってる感じはしませんけども、信長様、あげてください、どうぞ。1分さっきの時間のやつがあったから、はい、1分1分を大切にいくか、はい、なんか時間で来るんじゃないかと。なるほど、すごいな。それでございますよ。いやいやいや、歌舞伎者の元祖信長様だから。いや、通じるものが、むしろこうではない。信長殿のこうで、すごいですよこれは。いやいや、というわけで50ポイント、はい、50ポイントになります。さすがでございます、信長様。いやー、すごい、すごいの、なんかすごいですな。いや、本当にわしがすごい。いや、本当にわしがすごい。最初の組のちゃんとした正解が霞みました。今思い出すと、あの10時10分教習所かっていうあのくだりが役に立ったということですな。振りだったんですね。振りだったの。いや、素晴らしい、素晴らしい。さあ、どんどん参りたいと思います。まだまだありますよ。続いてはこちらにチャレンジしていただきます。続いては記憶力キムスゲームでございます。なんじゃキムスゲーム。はい、本日ね、皆さん名前を聞くだけでよくわからないと思いますけども、今から写真を皆様に見ていただきます。そしてそこに書かれているものをできるだけ記憶してください。いろんなものが書いてあります。それを記憶していただいて、制限時間終了したらストップと言います。そしたら画面が全くなくなりまして、皆様にここに何が書かれていたか記憶力を頼りに書いていただくというゲームでございます。なるほど、分かりましたでしょうか。瞬時に情報を仕入れればいいからな。そうです。ではまずね、まだ見ない。フリップ見ないでくださいね。また君がいるんだな、この。なんだって。さあ、ではですね、武将の皆様、後ろこちらのビジョンに問題が出てまいりますので、まあ、大体制限時間10秒くらいの間に。これ見ればいいの？そうです。見てればいいの？あ、絵はこちらに書いてあるんですね。失礼いたしました。お客様は上を見ていただいて、で部長の方が同じ絵がこちらにいて、ね、ああ、なるほど。あ、書いてあるというわけでございます。さあ、ではですね、今から大体10秒間くらい記憶していただいて、その後すぐに伏せていただきますからね、皆様よろしいですか。10秒くらいで覚えていただきたいと思います。さあ、それでは一斉に見ていただきましょう。問題はこちらでございます。さあ、一斉に記憶してください。3、2、1。さあ、このようなものが今こちらのフリップに書いてあるんです。いいですか。これを一斉に記憶してください。5秒前。4、3、2、1。終了、終了でございます。さあ、隠してください。まだ見てる途中のまだ見とる。あ、ひげさん隠してください。さあ、今一斉に皆さんね、終了でございます。覚えてくださったと思います。いや、本当にね、この年末いろんなこと今年1年あったと思いますけど、野村が今年どういった年でございましたかね。はい、この度は今年はやっぱりみかん食べたいなと思った。みかん食べたいなと思った。いちご食べたいな。ひろ様、あのどうですか今年1年振り返って。はい、おすすめよ。や、えじゃあ、よくあるやつじゃろうこれ。はい、薄れていくで記憶は。もうちょっと参ろう。ちょっと参りますか。うん、いや、でもちょっとね、せっかくセントレアにあって。いいから早くすめよ。参りますか。なんで81歳なんじゃぞ、わしは。
でも記憶力はね、うるさい、さっきのね、だって当てたんですから。いや、記憶力じゃない、関係ないじゃん、さっきの。関係ないです、ね、行こう行こう行こう、参ろう参ろう、頼む頼む。ではですね、今から先ほど皆様にも絵を見ていただいたと思いますけど、問題こちらを出したいと思います。どうぞご覧ください。問題、家紋の数は、トランプの絵柄は何だったか、時計の時刻は何時だったか。ここもう書いてよいのか。はい、書いていいです。忍者の数は、そして陣笠が持っていたのは何だったのか、足し算の答えは。さあ皆さん、なんとなく皆さんも考えてくださいね、一斉に。あ、難しいの、難しいですよね。さあ今ですね、皆さん書いていただいております。はい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 、お、なんとなく皆さん本当に真剣になって、記憶力頼りでございますからね、書いていただいております。ほう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 、はいはいはい、はいはい、ちゃんと見てました、覚えてます。あ、もちろんじゃん、覚えてます、しっかり覚えてるぞ。はい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 、あ、いい形でございます。皆様大体かけましたかね。大体な、終了。うん、さあよし、それではですね、うん、まずですね、もう一度何が書かれているのか見てみたいと思います。それではお願いします。おお、そうですそうです、このようなものが書いてあったんです。あ、さあではですね、さあでは武将の皆様と一緒にちょっと答え合わせをしたいと思います。では皆様にフリップをお見せください。どどん、みんなに見せる。はい、皆様に見ててください。で、最初1問目はですね、家紋の数はこれ6でございます。 6？ そうです。え、なんでじゃ、ああ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 、そうなんです、迷っとるじゃろ、あれは2つと数えるか。そうなんです、なるほど、なので6で、2番目がハートの6でございます、トランプの絵柄。あ、ハート、ハートです、それは多分スペードと言われるものだと思います。それも違いますね、ハート、ハートじゃないです、そのハートじゃないでしょ。さあ、ゾンゼルと書いてありますね、覚えてないと。じゃあどんどんいきますよ。3番目が時計の時刻は9時、9時、1時、1時、それさっきのやつです、さっきのやつです。引っ張られたか、ここ守り失格してるじゃないですか。恥ずかしい、もう50点50点あげません、50点50点、これ問題違いますから。教えたのは押し合っとるわ、9時待ってます。さあ、4番目、忍者の数は6人でございました。お、合っとる、4人じゃないです、4ですね、どう見てもね。さあ、5番目が陣笠、那須さんが持ってたのはホラーガイ。よし、ホラーガイ、よし、物それ当たりですけども違いますよ。あれ、5問じゃなかったか。足し算の答えは9でございます。さあ皆様、ちょっと自己申告制で何問当てましたか。3問じゃな、わしは。清正様は1個も当てる。これ1問当てることに20ポイント差し上げないと思います。わしは1問、そうですね、ホラガイ、いや、家康様20ポイントでございます。トシエ様、わしも1問、そうですね、9時合っておりました。ケチ様、3問、3問、すごい、さすが。ヒデ様、ゼロじゃん。ゼロでございます。いや、これ、あの鍋の献立を今考えとって。あの、ちゃんと趣旨を考えてる。信長様3問、お、素晴らしい、素晴らしい、信長3問。さあ、というわけでですね、1問正解することに20ポイント差し上げますので、家康様が20ポイント、そして刑事様20ポイント、敏江様が60ポイントで、敏江様が20ポイントで、信長様が60ポイント入りました。よし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 、さあ以上、記憶力鬼滅ゲームでございました。おお、意外と難しいもんってことだね、ドキドキするな。でもわし絵がちょっとあんま上手くなかったからな、あれ、はい、だから絵の問題じゃないです、あれは絶対にハートではなかったので。違う、違います、違った。しかし1時1分は良かったぞ。1時50点くらい。あの、仲いいんですね、2人で。そうみたいじゃない。なんか嫌ですな、なんか気恥ずかしいものがある。この感じ嫌ですな。ちょっと距離離しましょう。まあ仲良くしていただきましてですね、
ここでだってあれですよ、1位になったら2月20日の21日行われる。そうじゃん、名古屋の代表を決めるわけでございますから、キリオ様みたいなのが出てこられたら困るわけでございます。いやいやいや、名があるぞ、本当にね、名古屋の恥。ある意味一貫しとるんじゃから答えが。そうでございます。あ、まだまだございます。続いてはこちらにチャレンジしていただきます。連力武将キキ一発。これはまた、はい、もうセントリア名物になってまいりました。武将危機一髪でございます。これ今回のために特別に作っております。嘘でございます。毎回使っているのでございますけども、今からですね、武将の方々に1本ずつまず1周目は刺していただきまして、1本刺すごとに20ポイント差し上げます。早い早い、まだダメですよ、まだ持ってくださいね。六代さんは刺すのお好きでございますか。さあではですね、まずポイントは今現段階で少ない方からやっていただきたいと思います。で、順番としましては、いまだ0ポイントなのが豊臣秀吉様で1番にやっていただきます。2番目が利家様70ポイント、そして続いて清正様、そして続いて刑事様で、信長様で、最後は家康様という順番で参りたいと思います。じゃあ一度並んでいただいてよろしいですか。一番最初がここで、そうですね、一番最初、2番目、3番目、4番目、5番目、6番目と並んでいただきました。どこじゃわしは。刑事様はですね、聞いてる嫌だったんだ、そっちは。3番目1番か4番目ですね。4番目に、そこで名前やる。合ってるじゃないですか。さあ、お二人よろしいですか。よろしいですか。募金かなんかした人みたいな。赤い羽か。やめてください。さあ、ではまず秀吉様から参りたいと思います。はい、もういいの。1本刺すごとに20ポイント差し上げます。それでは音楽お願いします。いや、そういうのさ、さあ、緊張のまず飛んだら終わり。ちゃんとそうです、飛んだらマイナス100でございます。そうなんです。これな、早くしろ。まだか、まだか。お願いします。いけました。続いて、利家様、お願いします。では参る。男気がある。かっこいい。おお。清正様、お願いします。違いますよ。違いますよ。面白さは加点されるのか。されません。さあ、それぞれ20ポイントずつ入りました。さあ、一周した時点で一度止まってくださいね。また行くか行くか、大丈夫か。おーっと、ちょっと待ってください。ここでまず皆様に20ポイントずつ入りました。よし。さあ、ではですね、2周目は2本ずつさせていただきたいと思います。必ず2本、2本まで、2本までです。1本でもいいの。必ず2本、必ず2本。なので40ポイント加えられるということになります。ああ、なるほど。さあ、それではいきたいと思います。秀吉様、お願いいたします。はい、分かった。音楽お願いします。どうや、はい、ちょっと軽快な感じで参りましょう。気が抜けるわ。2本ずつね、気楽な感じでさせていただければ。気楽な形、まあ、飛ぶことはまだないですけどね。さあ、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 秀吉様、まず1本目が、おっと、もう1本いきましょう。やばっ。まだ余裕あった。まだ余裕ありました。さあ、トシエ様、2本お願いします。同時にいって、セーフ。かっこいいですね。さあ、清正様参りましょう。2本ずつですよ。違います、2本になります。同じボケでございます。同じボケですよ。白さは加点されるのか。されませんよ、減点大事です。参るぞ、はい、同時に。日本ずつ、刑事様お願いします。残り少ないです。おっと、40ポイント加点されました。さあ、信長様お願いします。残りも少なくなってまいりました。さあ、そろそろ出るか。おお、本当に。さあ、家康様、日本ずつ今得点が高いから飛ばせば。そうです、そうです。頑張れ。おお、ありがとうございます。ちょっとお戻りください。今2周終わって、もう残りのものもだってほとんどないですもん。あと6本、あと6本。ではですね、ここからはもう挙手制にしましょうか。では、わし参ろうかろう。おっと、
私もプラス、ではこれ何ポイントにしますか。2倍なので40ポイント一気に上げますから。よし、わしは最後まで待とうか。え、何本までいけるの。1本です。ででももし飛んでしまったらマイナス100ですから。だって最初にやっといた方がいいんじゃろ、確率としては。そうですね。さあ、では信長様、さあいいの、そろそろ出ると思います。お願いします。その頃わしは岡山におった。やられてる、逆に。おお、さすがにございます。さすがにございます。いや、信長様、すぐに駆けつけようと思ったんです。わしすぐに駆けつけようと思ったのです。せしゃもです。あ、わしもです。すごいですね、ガン虫でございますよ。こうやって人の命は散るんじゃない。ありがとうございます。というわけで信長様がマイナス100ポイントでございました。いやここはやはり戦国時代のよりちょっと引かれた方が良かったかも分かりません。確かに、いや、すぐ行っちゃうからわしな。あ、もう怖いし。いやこれ、まあいいか。まあいろいろ続いて、まだまだ一層慌てなんですよ。ではですね、最後の競技、おこちらでございます。最後の前に100取られたのですが、あ、もう魅力絵心総選挙でございます。さあ、それではルールを説明したいと思います。ここから皆様投票になりますので、よく聞いていてください。今からですね、もう事前に実は武将の皆様にはあるお題に沿った絵を描いていただいております。確かに描かされた。そうです、ね、これここで使うはずだったのね。そうなんです。やばいな、それは。そうなんです、見せれない。まあですね、それをですね、皆様今から誰の作品かは伏せた状態でこちらビジョンに発表していきます。そして全作品を皆様見た後に、お客様にこの人うまかったではなくて絵心あるなぁと思った方に投票をしていただきたいんです。だからこの絵が誰の作品か分からずに、いかに絵心があるなぁと思った作品に投票をしていただくことになっております。投票はですね、後ろになっております。今あちらに手を挙げてができております。さあ、全員に参加権利がありますのでね。さあ、早速行いたいんですけども、武将の方にはもしあの絵が出た時に笑ってしまう可能性があります。なので一度ご退陣いただいてよろしいですか。はい、一度下がっていただきましょう。絵心だからな。絵心、上手い下手ではない。だから言ったら好き嫌いでもいいんちゃう。そうです、絵心を競っていただくというわけでございます。さあ、今ですね、武将の皆様が退陣されたわけでございますけども、さあ、ちょっとではですね、作戦会議を私もしたいと思いますけど、これは得点どうしましょうね。得点はですね、実はこのいかにコインを集めた人が多くポイントがもらえるというシステムにさせていただいておりますので、ちょっとまた得点はこれから考えたいと思います。早速皆様にはですね、あ、こんな絵を描かれたんだということをですね、ご覧いただきたいと思います。まず、どういったお題だったかというのを皆様に発表したいと思います。お題はこちらでございます。猿のお正月。そうですね、来年は猿年でございます。お猿さんがどのようにお正月を過ごしていたのかなというのを武将の方々に絵を描いていただきました。それをですね、一つずつ今から皆様にご覧いただきたいと思いますけど、心の準備はよろしいですか。はい、私も裏で拝見しましたけども、嘘でしょという作品が何枚かありました。皆さんもですね、年忘れに笑っていただきたいと思います。それでは順に発表していきましょう。まず最初はこちらの方の作品でございます。誰かはいません。1枚目、これは上手。これちなみにですね、1枚目テーマは猿の休日というのを書かれたそうでございます。あ、いい感触でございますね。ね、お猿の正月ということで合唱。ね、字も達筆でいい感じですよね。さあ、
なんとなく皆さん覚えていただき、また最後にね一斉に出しますからね。では続いて2つ目の作品ご覧ください。ソルタントミア。はい、これが2人目の方の作品でございます。一応ね、なんか感想がありますので、めでたい、文字通り新たな命が芽吹く季節に感謝の意を込めて絵を完成させたと書いてありますね。なんかちょっとうんちくが長ったらしい感じがしますけども、まだあなたなんでしょうか。さあでは続いてまいりましょう。3番目の作品はこちらでございます。怖い怖い怖いよこれ。いいですか、良い子のみんなはちょっと真似しないでくださいね。一応あれね、お猿さんが書いてあるのかな。3番の方はですね、猿と鏡餅を書いてみました。はい、いや、ダメです、子供がいるから行かないでください。鏡餅ということにしておきましょう。あれはちょっとどう見てもどう見てもダメです。セントリアですよ、セントリアですよ。はい、危ない危ない、鏡餅ですよ。はい、いいですか、鏡餅ですよ。あれは皆さんいいですよ。あ、でもうまい下手じゃなくて絵心ですからね。はい、なるほど。はい、まあ、その辺はちょっと皆さん加味していただきまして、じゃ続いて5人目の方の作品はこちらでございます。あ、4人目でした、失礼いたしました。4人目の方の作品はこちら。はい、これはですね、の親子と鏡餅と富士山を描きました。欲張りな方ですね、この人ね。欲張りな構図でひどいことになってますけども、猿の腹にキツとコと書いてあの字で説明する一番いけないパターンですね、これ。絵心選手権で、いや、ここにもね、あ、太陽も書いてあったりね、あ、なんかいろいろ足し算した結果結局ダメになったパターンですね、これ。さあ続いてまいりましょう。5人目の方の作品はこちらでございます。いや疲れるわこれ。おっ、これすごい、何これ。おーっと、素晴らしいです。これは素晴らしいですね。この人はですね、初日の出の日を浴びる猿の親子。うわこれすごい、いや圧倒的なのかな。親子どっかにキッとこと書いてあるんですか。これは書いてないです。先ほどのね、4人目の方と明らかに違うですね。しかもこの方は若干縦に書かれているというね、年賀状サイズで書かれたんでしょうか。素晴らしいですね。さあでは最後の作品、6人目の方の作品はこちらでございます。あれあれあれ、かわいいけど、かわいいけども、さあこれですね、猿と青空と太陽という作品でございました。さあ皆様、以上6作品でございましたけども、すごいね、感動する作品もあれば、え、なんでっていうような作品もあったと思いますけど、ではですね、武将の方々にもう一度上がっていただきたいと思います。どうぞ皆様お上がりください。さあ改めましてですね、いいですか皆さん、リアクションしないでくださいね、リアクションしないでくださいね。この後はですね、皆様投票になりますので、さあまあね、だいぶ疲れ切った感じが皆様ありますけども、さあ改めてこれですね、まあそれぞれね、まずいぼやんとした感想、まあね、どんなことまだ何か分かりませんか。なんかありますか、おのおの見て。いやいやいや、あんま、あ、言いたいことめちゃくちゃあるから、これ言ったら言っちゃダメなんですよ。言っちゃダメなんですよ。誰がどれがいいか分からないように、なんとなく一つ言えるのは10人十色であるな。そうです、誠に。そうですね。いやでもどうなんでしょうな。はい、結構読み出したくて、まあ、あんまり言っちゃあれなんじゃけども、はい、なんか、あ、こういう書き方もあるんじゃなみたいな、なんかやっぱ、まあ、まあ確かに確かに、はい、いろいろなね、それが一番時を取るかなっていうのはやっぱり予想を立てるのも楽しいから。はい、ではですね、最後にもういいです、いいです、もう見ないでください、もうこれは、はい、あれ3番に関しては触れないでください。いいですか、良い子の身モザイクかけれるかな、なんとかモザイクかけてもらえませんか。モザイクはかからない。いやー、これはいいですか、これから
旅立たれる方も一切忘れてくださいね。旅行の思い出をいっぱい詰め込んでいただいて、このことは忘れていただいてですね。さあではわし一言ずつ何かわしの作品は言えませんけども、投票してくれという思いを一人ずつ言っていただいてよろしいですか。清正様に、はい、でもまあ見ながら、はい、気に入ったやつに入れてもらったらば、こちらとしても予想するのが楽しいんじゃん。そうです、これからっていう意味になるところ、はい、だからあの数に従って従って用意してもらいたいと。はい、じゃあ秀夫さんもお願いします。まあ、わしの絵馬の、まあ、わしの心が出とるで多分すぐ分かると思うので、まあ、投票してちょうよ。おお、素晴らしい、信長様もっとちゃんと描けばよかったと、はい、いやちゃんと描いたで、その時は、はい、そしたらこうやって並べたら、見ちゃダメ、こうやって並べたら、あもう後で誰が書いたかはしっかりと発表させていただきます。いいやつ様いかがでしたか。素晴らしい、好きな絵を選べ、以上じゃ。おお、そう、好きな絵を選べ。都市様いかがでしたか。いや、特にいや、ただ個人的に3番がええな。おおと、わしはそういうこと言ってはならんで、そうですよ。さあ、ケイチさんもいかがでしたか。言うはなし、全部魅力が出てると、ありがとう、はい、さあ、それではですね、ちょっと気を落とさないようにしていただきまして、この後ですね、皆様全員演舞をやっていただくわけでございますので、あのちょっとだいぶダメージが大きいと思うんですけれども10人演舞に備えていただいてよろしいですか。また後でお呼びしますので、また後ほど。有吉さんじゃった、名古屋おもてなし部長隊の6部長、そして新キャストの皆さんも一度ありがとうございます。準備に入ってください。さあ、ちょうど音楽も切れてちょうど音楽も切れて、いい形で、いや皆様お疲れ様でございました。さあ、ね、このような作品が出揃ったわけでございますけども、まずね、先ほどまでの得点がここで出るのかな。ですね、この今ね4問まで終わりました。この5問目はですね、皆様の投票によって決めるわけでございますけども、今ですね、若干スタッフが集計しておりますので、ビジョンに出ますか。さあ、ちょっとですね、先ほどまでのね4つの競技を、それは後で出します。投票に行きますか。はい、かしこまりました。さあ、それではですね、今から投票に移りたいと思いますけども、まず座っていらっしゃる方そのままいいですか。ちょっとお待ちいただきまして、もう皆さん選びました。絵心があるなですよ、うまい下手じゃないですからね。なんかこれにはなんか共感できるとか、なんかちょっと変でもなんか可愛らしいな、うーみたいなね、そういった優しい心を持っていただきましてですね、いいですか。3番が物議を醸し出してますか。そこですよね。まあ、でもそれもなんかあれはまあ見たら鏡餅なのかなとか思っていただいてもいいですし、あのね、トイレで見るようなものじゃないですからね、絶対ね。そんなこと私の口からは言いませんけど。はい、それではですね、準備が整ったようでございます。まずですね、今お立ちいただいている皆様、後ろにですねスタッフがおります。あちらでコインをお渡ししますので、自分がいいな、絵心あるなと思った作品に1枚ずつ入れていただきたいと思います。天国一の使命、
支部小隊円本能寺の変。1582年天正10年、明智光秀は織田信長様に謀反の刃を向ける。その場所で信長様は49年の生涯に幕を閉じるのであった。申し上げます、本能寺は明智家に完全に包囲されております。である。行きましょう、そこにお逃げくださるよ。下がる。しかし下がらねば切る。我が人生本能寺までか。引き返せ、すぐに信長様をお助け申し上げる。ご無事をお祈り申し上げる。逃げよ。夢半ばで散る。わしはそんなに弱い男だったのか。情けない。第六天王が聞いて呆れるわ。今こそと足場秀吉。信長様、どうしてここに本能寺におられたのではないのですか。徳川家康。信長殿、お逃げ申されたか。心配をしており申した。これは一体ここにはおらぬと。今こそと天下人となるのは誰じゃ。わしは夢を見ておった。バラバラの日の元を一つにまとめ上げる夢を。それは夢ではございません。信長様なら間違いなく現実のものとなりましょう。夢はいつか覚める。その時が来た。サル、お主は天下人となる器か。私はとてもそんな器では。私はいつ何時も信長様の家臣でございます。信長様のためならこの命投げ打つ覚悟でございます。次郎三郎、お主は天下人となる器か。天下はとてつもなく大きい。今のわしにとって手に余ります。天下を手に入れようと考えればどれほどの苦難に耐える必要がありましょう。想像することすら。こんなうつけどもがそれでは死ねぬではないか。ですが夢半ばで散る男がどれほどのものか。わしは弱い。むしろや都市平次清正がおらねばこの場所までも来れぬ。大元総合箱をもらう気を。信長様は弱くなどありません。わしは強い信長様を慕い申しておりました。腹に据えかねることも何度もありました。その首を取りたいと思ったことも。ですがそれは信長殿の強さゆえ。じゃが信長は弱き男。大付けとして歴史に名を残す。なるほど。この秀吉が信長様の夢を、この家康が信長殿の夢をお継ぎ申し上げます。これで行け。我が夢を都合などと考える。貴様らの夢を叶えよ。それこそが我が思い継ぐこととなる。我が弱き男の心をここに残してくれ。受け取れ。人間交渉下天の内を喰らえ。夢幻のことだぞ。
改めましてありがとうございます。今年が残った、今年最後にふさわしい。さよう。我々も気合を込めてやり申したけれども、はい、まあ喜んでいただけたなら幸いというところでござる。聞き迫るものがありました。いやあ、いや、なんか催促してるよ、申し訳ない。いやいや、違うです。先ほどまでの空気が一変に変わったので、ああ、やはり変な絵とかがいっぱい描かれてます。3番の絵か、まだです。その思い出さすんじゃないよ。その空気に戻すのが私非常に辛いんですけども、しかしながら、まあ、本能寺の兵というのはわしが、まあ、日頃から大切にしておる、まあ、演目の中の一つであって、しかしながらなぜここで選んだかというと、はい、まあ、辛い思い出はな、今年のうちに忘れようぜ。さようですか。せっかくじゃから2016年はな、明るい年にしたいと、はい、わしの命を持ってみなみなに伝えたんだ。どうじゃった。確かに本能寺の変にて失われた命、しかしながら思いを紡いでいったのが我らモノノフ、そして今の世界が出来上がったんじゃ。改めて信長公のおかげじゃぞ。あ、圧巻でございます。さあ、しっかりとこたびのわしが演目をしたということを頭に入れて絵を見てもらいたい。でもすでにですね、申し訳ございません、投票は終了しておりますので、もう実はですね、出てろの。そうなんです。いや、まだこれから分かるんですけども、まずはですね、今までね、4つの作品、4つの競技やってきましたけど、ほうほう、そこまでのどのような順位になっていたのかというちょっと振り返りをしていただきたいと思います。さあ、今までのですね、4つの競技を終えての結果、まずはこのようになっているのです。結果発表でございます。中間でな、中間でございます。ここからまずですね、5位は同率で主従関係で100点が、先ほどの演武でこう紡いだ思いが、そうですね、まず5位、4位と。そうなんです。ちょっと若干残念な感じしますけど、4位が利家様130ポイント3位が、ああ、わしだ。決戦じゃな。意外といいとこいっとるんじゃね。そして2位が現在ケイジさん。いや、1位はダントツ。ダントツなんでございます。さあ、これが先ほどまでの順位でございます。そして今からですね、皆様に投票をしていただきました、その絵心ですね、絵心の重さがポイントとして加わるわけでございますけども、どれぐらい重いんじゃ。結構重たいです。さようか。もうかなり重たいですけど、このようなですね、投票ポイントを結果させていただきます。1位の方には、一番重かった方には100ポイント差し上げます。おーし、素晴らしい。今ちょっと、ほうほうほう、いやいや、徳川公が280でござったから、はい、もしマイナス100を取ったとして、はい、180になって、で、まあ、2位3位とかのものが100を取ったりすると逆転すること、そういうことです。大いにあるということです。そのようにですね、皆様のポイントを反映させていただきますので、さあ、その前にですね、まずこの絵誰が描いたのあんたどんな絵描いとるのって、はい、気になると思いますけども、さあ、一つずつね、振り返っていきたいと思いますけど、でもわしは自信はあるよ。自信あります。野村本の絵心に関しては、いや、本当にわし本当にあるよ。言葉が出てない、うまい言葉は見つからんが、はい、さあ、今ですね、こちら測りが出てまいりました。今ね、正確な測りでございますので、ということは、はい、投票いたしたそういった銀貨を集めて重りを測る。そうなんです。それにで順位をつける。そうなんです。もちろん信長様が 50g ですよ。さあ、ではですね、まず皆様にですね、先ほどの作品誰が書いたのか、まあ、順番にですねお出ししますので、その方にはそのバケツを、あ、バケツじゃないですよ、このメダルのボックスを持ってきていただいて重さを測りたいと思います。まず一つ目の作品ご覧いただきたいと思います。こちらでございました。ああ、これね、いい作品でした。これを書いたのは、おお、前田圭司様だったんです。素晴らしい。意外と子供のシュートなんか可愛いよな、はい、可愛い。さあ、ではですね、圭司様の、あ、こちらでございますね。上手に描けておる。さあ、本当にバケツが出てまいりましたね。本当に入ってるわ。さあ、では圭司様、すごい、これ少なかったらえらい心痛めるわ。レスナーの女の子の、さあ、では圭司様、良きかな、これで。はい、乗せていただいてよろしいでしょうか。
グラムで言います。477グラムでございます。だいたい年齢ぐらいじゃない、ま、ではちょっとお持ちいただいてお下がりいただいてよろしいですか。でまあこれが基準になってます。そうですね。でもあの作品が470、結構高得点だと思います。わしもそう思う。ではまず続いて2番目の作品出していただいてよろしいでしょうか。2番目の作品はこちら。結構芸術的なやつじゃん。これ怖いんですけど、これ書いてるのはおしりえ様でございます。って意外だったんじゃな、これ意外だったんだ。意外だったんじゃな。続いては、こいつは思いで書かれたんですか。これは、気合で書いたの。気合で書いた。さよ、気合が通ずるかなと。確かに気合は感じます。あの、らしいといえばらしいよ。力強い筆致でしたな。そして、潔い。うん、早く測れ。さあ、では、腰枝玉の重さは286グラムでございます。結構いったんじゃない。前田刑事には届かず。そうですね。暫定1位前田刑事。はい、暫定1位前田様でございます。刑事様でございます。刑事殿は本当に総合でも1位取る可能性がありますよ。今のところ。さあ続いて、どう取ってんじゃろあれ。3番目、あ、これあれか。3番目だいたい予測気になりますよね。これが幻滅しないでください。3番目の作品出していただいてよろしいでしょうか。さあ、これを書いたのは誰だ。なんで唇にわしなの。わかるか。お主さん、闇を抱えてるな。野村様、めちゃくちゃ軽い。全然入った。数入れる、数入れる、数入れる。いや、今日じゃあ、あれ、あのね、物議が最初から悲鳴が起こったんです。あれ、あれはでも、清正だと思ってないんだよな。そういうことか。誰だ、誰だと思ったの。刑事様、わしか、猿か。あ、なるほど。誰、秀吉。あ、こんな下手くそな絵描かんて。ですな、信長殿もっと絵心が。本当にもっと絵心が。いや、あれはだから鏡餅と、はい、あの猿を描いた。鏡餅と猿を描いたと。あれはひでえよな。まあ、もう出せないです。あ、出ちゃった。やめよやめよ。鏡餅審判の市川殿、市川殿、はい、どうぞ。笑いは加点されるのか。笑いは一切加点されるのか。じゃあ測ってまいろうか。これ、はい、参りましょう。もうね、めちゃくちゃ軽いの。はい、今0グラムでございます。これバケツの重さは結構重いです。才能ですな。181g でございます。180。ちなみにこれ全部抜いてちょっとバケツ測ってみます。140。軽っ。 40g。 さあ参りましょう。続いて4番目の作品お願いします。どうぞ信長様、上の方にお願いいたします。いや、清正には勝ってると。いや、本当はもう本能寺で、あ、少ない。少ないですよ、確かに。いや、あの、でも、これを入れた者たち、本当にこれからね、ちょっとひいきするわ。言わないでください、私入れましたよ、とか一切いらない。手あげるでないぞ、手あげるでな。さあ、では信長様、さあ、バケツの重さ 140g ありますから。やめろ、言うなって。おダメです、ダメです、ございますよ、ね、今見てますよ、ちゃんと見てますよ。900って出てません。215。ちゃんと今書いてくれてますよね。はい、うち 140g がバケツ。でも、わし、いい絵だと思うぞ。絵心はありますか。もう一回見せてみろ、もう一回。もう一回出ますかね。もう一回信長様出せますか。さあ、今裏も頭立ちでと思いますけど、そのね、作品の特徴は何でござるか。まず止まるかな。あ、止まらないか。猿、はい、あが耳が横についてる。さよう、もう熊のような。ネズミのような。最初父上描いて、その後持ち描いて、はい、あ、まだ足りないなと思って、あの太陽描いて、そして、あ、に、あの、あ、耳が4つある。子供耳が4つある。なぜかというと、あそこ空間が空いたから、あ、もう一匹描こうと思って帰った時には、あ、耳が4つある。で、分かりにくいから父の子って書いてある。なるほど。いや、恐ろしい。かわいいな。
いやまあね、でも素晴らしい作品でございますよ。足し算の結果こうなったということでございますからね。そう、足し算の結果。さあでは続いてまいりましょう。5番目、これ素晴らしい作品でございました。おお、皆さんもね、うなずいてる方も多いと思いますけど、5番目、このタイトルは、徳川家康でございます。これ家康はちなみにどういった思いを込めて書かれたんですか。これは暗がりなんじゃな、そして朝日をこの一番に浴びるということで、こんな軽いわし、え、まことでござるか。あちらでございます。なんだなんだな、これは軽い信長だ。うるさい、うるさい。あ、しかしあんまり入っとらん。いやでも、いやいや、でも参加者から考えたら結構入っとると思う。結構入ってる。さあでは測ってもいい。見るわしと、はい、あ、全然違う。さあ参りましょう。あ、おえ、家康様は387g。素晴らしい。じゃあ暫定1位変わらずじゃ、暫定1位変わらずですね、今のところだから圭一様、そして徳川公は C。 ルイシは違うじゃん。さあ、わしはあの、読んでないです。最後の最後最後ということは、6番目の作品はこちらでございます。実は拙者はちょっと予想ついておりました。最後これはかわいい、これは当然秀吉様でございます。これはかわいい、これかわいい、そう思っておったか。あ、さようか、結構入ってますね。すっくんな、うわ、え、お前、あ、いい勝負ですな、信長様。さあでは秀吉様、2強なんですな、これお願いいたします。 200g ちょうど。まあ、ちょっとな、真面目に書きすぎたやもしれん。ああ、そうやもしれない。これもあれなんですが、絵心じゃから。絵心、はい、というわけでですね、気になる。まず絵心の順位発表させていただきたいと思います。痛そうではないか。まず6位から発表した方がいいですかね。そうじゃな、誰誰一番軽かったのはもうご存知だと思います。加藤清正様。いやちょっと真面目に書きすぎましたな、これは。どこがじゃろ。さよ、範囲は間違いなく鏡餅らしきものが書いてあったということです。多いかな。いや、あと、猿のあの唇だよ。なんでもリアルだ、なんか。なんでお白の塗っとるのじゃ。あれ、歯のこの、なんていうんでしょうか、この歯を表そう、はっきりしようとしたら。そうじゃろ、そうじゃろ。わしもだって、そしたら出っ張りになってしまった。かつて、リズミで。その結果です。その結果です。お主おそらく心に闇抱えとると思った。恐ろしいわ。さあではでは続いて5位の方は、重さで言いますと豊臣秀吉様。あ、そうなんです。あ、まあ、秀吉様でございました。宝家主従どういたしましょうね、5位6位で。いや、まあ頑張っていこまい、大丈夫で。この子飼いの武将は秀吉殿から何を学んだんでしょうか。あの可愛い絵を教えた秀吉殿から何を学んだか。絵心です。どう見ても学んでないと思いますけども。さあどんどんいきますよ。4位はですね、織田信長様。中間ですな、中間。拍手、だいぶホッとしてますね。危ない。いやでも本当にありがたいよ。低水準、あれを認めてくれた奴らがおるっていうことだな。そうですね、確かに。そう馬さ下手じゃないですかね。そうそう、絵心だから。分かってるぞ、お主ら、素晴らしい。ありがとうございます。何票かな。さあでは3位発表しますよ。3位はですね、前田利家様でございました。まあ前田利家様、結構芸術的だよ、私も思う。いや、あれが一番絵心じゃないかなと私は思うね。まあ自分でこういうことを言うから、って言うでないわ。言っちゃダメですよ、票を入れるのじゃけど。そして2位1位同時に発表します。これ気になるな。2位は徳川家様、1位は前田利家様でございました。なので絵心の選手権の結果はですね、見事前田圭司様、おめでとうございます。さあではですね、今スタッフが裏で集計をしているところでございますね。さあそして服部半蔵忍者隊の皆様、どうぞお越しください。今日は一日ありがとうございました。最後はみんなで順位発表をしていきたいと思います。誠にわしの分を祈っておれ、忍びの者たちよ。
いやー疲れたな。疲れますなこれ。裸にされるような気分ですか。丸裸にされた気分じゃもうなんかな、どうしようかな。信長殿ってあんな可愛い。うるさい、やめろ。違う、あ、本気だってもっと違うよ。おマットさんでした。おマットさん、ありがとうさん。悪いない方、うん、さあ、今ですね。いやでも自信あるよ、わし。自信ありますか。うん、先ほどの得点結果が全部集計されましてですね、私の手元にやってまいりました。この1位の方はですね、何度も言っております、来年2月20日21日に行われます全国武将隊大博覧会の名古屋おもてなし武将隊の代表として全国の武将隊と戦っていただくわけでございます。もうすでに月影と戦うわけじゃな。さようでございます。月影殿も戦っていただくわけでございますので、しかとしてどなたが代表なのか。そんな緊張感別にいらなくないかこれ。緊張いたします。一応そういった演出をつけてみました。いかがでしょうか。いや素晴らしい、さすが。ありがとうございます。腕上げたな主。ここで1位を上げるとこじゃないですか。あ、他こと喋ってるから。そこだぞ、うちを上げるところ。ね、他こと喋ってる場合じゃないよ。腹減ったなじゃないからな。そうですよ。集中してください、お客さんも。いいですか。さあ、それではですね。はいよ。もうこれはですね、3、2、1位の発表をのみとさせていただきます。分かった。よろしいですか。まず、3位はこの方でございます。第3位。なんとか、そうそうそう、した似合う似合う、3位が似合う。英語この選手権で素晴らしいポイントでございました。俊井様のポイントはですね、合計130ポイントでございました。おお、まあ、ようやったんじゃない。ありがたき幸せでございます。似合う。ではですね、もう皆さんの頭の中でも計算はできているかもしれませんけど、そう、うん、こちらが集計結果、正しいものでございますので、2位、1位同時に発表させていただきたいと思います。よし、それでは2月20日全国武将隊大博覧会名古屋おもてなし武将隊代表に輝いたのは、第1位は徳川家康様、330ポイントすごく素晴らしい。ナンバーワン池武将でございました。これはこれでちょっと恥ずかしいんじゃないかな。ありがとうございます。いつもより多く回っておりました。ありがとうございます。いつもより多く回っております。すごい。猿回しならぬ忍者回しでございますけども、さあ実はですね、2位が刑事様だったんです。惜しい。これね、刑事様270ポイント、家様が330ポイントということで60ポイント差。でもやはり最初のクイズとかですね、抜群でしたので、家様正直ぶっちぎりでございました。ぶっちぎりじゃな。おめでとうございます。さあ家様、ナンバーワン池武将ということになりました。全国の武将隊からですね、つわものたちがここセントリアにやってくるわけでございますけども、信長様、いかがいたしましたか。いや、こいつは言ってくれると思うよ。よろしいですか、改めて名古屋の代表ということで。いいよ。みんなでもよろしいですよね。しかし中途半端な結果であったらもう名古屋に戻ってもらっていいから。ああ。結果出してこそ名古屋の代表だからね。もしかしたら年中お主たちといるかもしれない。それは忍者隊は嬉しいよ。そうですよ。あちらは大丈夫だ、キュウリでやっていくから。さようでございますか。寂しい、なぜか勝ったのに寂しい。それぞれで頑張れ。でも全員皆様に応援当然駆けつけていただくことになっておりますので。ああそうなのか、はい、よし。なので2月20日21日はここセントリアで行われます、うん、全国武将隊大博覧会、皆様もどなたか、そうじゃな、どの武将隊が1位になるか、ぜひともご覧いただきたいと思います。全国の人たちをわしにかかってまいれ。ありがとうございます。これでよろしいですか。ありがとうございました。著作権引っかかるよ。いよいよフィナーレということになりました。セントリア羊祭り、年祭りの陣でございましたけども、やはり最後はですね、
勝ち時で皆様締めたいと思います。どなたにお願いすればよろしいですか。じゃあわしが野村様よろしいですか。ああそして家康がな最後池部署だから最後家康が勝ち時で上げてまいるわ。締まると思います。はい、じゃあさあさあ改めて皆の衆ありがとうさんじゃったいかがであったか。さあ我々名古屋おもてなし武将隊とそして服部半蔵忍者隊がこの度2日間を借りてこの、セントリアにて演舞そして南々と企画をないろいろやってきたんだけども、やはりお主たちがこう人をまた集めてそして多くの民が我々の姿を見てなからくり機で写真を撮ってくれたりいろんな発信をしてもらっとる、その礎にあるのが主たちの力なんだな。まあ、1日そして2日間、まあ、苦労をかけたと思うけどもぜひともまたこのセントレアから南々と共に歩んでまいりたいと思っておる。そして2月にはこのセントレアを思いっきり貸し切って武将のサミットじゃな大博覧会を取り行う。どこに行っても楽しいという環境を我々全力でそして名古屋おもてなし武将隊と忍者隊も来るんじゃな。我々がその愛知名古屋の代表として全国の武将隊を引っ張ってまいるゆえにお弟子たちも参戦せよ。この度はありがとうさんじゃった。さあでは池武将参れ。はっ皆の衆拳を掲げよう。準備はよいな。日の本全土とここに集まりし南々の明るい未来に向かって勝ち時やそれ。エイエイアーエイエイアーエイエイアー。ありがとうございました。改めまして本日ご出陣いただきました武将の方々に大きな拍手をお願いいたします。まずは徳川家康と服部半蔵忍者隊。ありがとうございました。ナンバーワンインキ武将が去ってしまいましたけども本当にありがとうございました。ありがとうさんじゃった。戻られましたね。名古屋おもてなし武将隊の皆様に戻りました。待て待て2日間盛り上げた市川殿にお手拍手。ありがとうさんじゃった。さあまず名古屋おもてなし武将隊の皆様ありがとうございました。池武将選手権順調に押してまいりまして現在の8時30分を回ろうとしております。皆様長い間お付き合いいただきまして誠にありがとうございます。いや楽しいね。やっぱり投票とかあると盛り上がるね。こういったねことをまた全国の武将隊を巻き込んでですね一大ブームを起こしていきたいと思いますのでまた皆様来てくださいますよね。ありがとうございます。セントレア羊祭り年忘れの陣でございますけども皆様お家に帰るまでが羊祭りでございます。くれぐれも忘れ物のないようにしていただいてですね気をつけてお帰りいただきたいと思います。またお会いできることを楽しみにしております。2日間司会を務めさせていただきました市川智也でございます。本当にありがとうございました。